こんにちは筑波大学生命環境系産学科学センターの田中健太です今日は植物標本データが伝える生物の進化と危機についてお話ししますこれは私のうちの昨晩の食卓です何種類の生き物にお世話になっているかわかりますかご飯は稲 これは、ラタトゥイユーに入っている、例えばトマト、ナス、スルメイカ、キュウリとマダコ、小麦やカゴ細工のチシマザサ、シャツの綿、机のケヤ障子のサンや柱のスギ、発光微生物の酵母なんかが出てきます。しかし、トマト、ナスの花粉を運ぶ花鉢とか、 イカタコの餌となる小魚や貝そのまた餌となるプランクトンをはじめ多数の生き物がこれらの有用生物を支えていますまたここには薬があるんですけれども毎年できる新薬の6割以上は生物由来と言われ今誰も見向きもしないような生き物が将来私たちを救ってくれますさらには私たちの文化やそもそもの 土壌、水大気も生き物のおかげですしこの食卓が災害や汚染物質に巻き込まれないのも環境を調節してくれる生き物のおかげです。私たちの暮らしや命が有用生物はもちろん役立っているのかはすぐにはわからない膨大な種類の生き物に支えられているということを普段私たちは忘れがちです。 今ででは小学生ももよく知っている SDGs 同じことが言えます。このよく目にするポスターでは17の大切な目標が並列に描かれていますが決してそれぞれがバラバラの目標ではありません生き物についての目標はこの2つだけですがこの陸域水域の生物多様性の2つそれと結びついている大気水 これら四つは土台としての役割があり、これらの目標が達成できなければ、他の十三の目標も達成できません。そんな生物多様性が今、地球史上に例がないほどの速さで減少していると考えられています。ロックストームたちが地球の限界、プラネタリーバンダリーと提唱した九つの環境問題の中で、生物多様性は、 窒素循環と並んで地球の限界を超えつつあると最大の警鐘が鳴らされています気候変動やオゾン層など一番よく聞く環境問題と比べてもその深刻さは際立っています今日の話の内容はそんな生物多様性について一番目に進化二番目に危機を理解することですその手段となるのが 植物標本と国際的なデータベースです生物の標本というものはそもそも生物の種や分類体系を記載整理する根拠となるものですまた、ある日、ある場所にある生物が出現したということやその生物の分布、そして分布変遷について豊富なデータを併せ持っています 私が勤めている長野県の菅平高原実験所には、昆虫、哺乳類、鳥、キノコ、粘菌など、いろいろな生物標本が収蔵されています。今日はその中でも植物標本に注目していきます。植物はオシバという形で標本にされます。作用標本と言います。この歴史は1530年頃イタリアの ルカ・ギンリさんに遡るようですね。植物標本を閉じた本らしきものを持っています。日本で採集された最も古い例として、1651年沖縄の琉球タラノキの標本が英国旧王立植物園に保存されています。これは日本と貿易していたオランダ人が琉球王国にも立ち寄って、そこの住民と一緒に採集したもので、その一部がイギリスにも渡ったようです。 日本人によって作成保存されている最古の標本とされているのが諏訪高島藩士渋江民右衛門が採取した1719年に採取した標本で、えー、きちんと和紙に貼られて文化的資料としても興味深いんですけれども最終日や場所らしき情報も書き込まれており生物標本としての価値もとても高いものだと思います。 1825年頃にはオランダのシーボルトが日本で大量の植物標本を取り次々と新種を報告しましたこの標本は古くからのスタイルである本に閉じた形で保存されていますこの特徴として見やすいのですが並べ直せないといととうことがあります。現在の植物標本の形にしたのは分類学を体系化したリンネ が1750年にまに行ったもので標本を1点ずつ独立した紙に貼り付け専用の棚に重ねて保存しますこれによって並べ直しや交換が可能になりここ異なる場所の標本でも分類群ごとに並べたり新しい分類に沿って並べ直したりすることができるようになりました。今でではこれが標準的な方法で 私のいる菅平実験所でも、このようにたくさんの棚に、えー、植物標本が整理されています。地域の標本庫の役割には、研究・教育、植物史・生物層を編纂する根拠、絶滅危惧種の指定や保全、それから外来生物への警戒・対策を講じる上でも重要な役割があります。 ここの標本庫も、えー、学術それから地域に対して貢献する開かれた施設として運営されています。ここにある植物標本を一つ見てみましょう。これは後でお話しするミヤマハタザオですが、このように、えー、葉と花が貼り付けられており、大切なこととしてここに必ず標本ラベルが入っていて。 いつどこで誰が何を取ったのかなどの記録がされていますこの標本ラベルの情報が国際データベース GVIF に集められるようになってきました API と呼ばれるインターフェースが整備されておりブラウザの検索窓にコマンドを入れると誰でも同じ検索結果を簡単に得ることができます左側のメニューでも マウスを使うことでで検索できますここでは国が日本主が三山旗像として検索すると320件のヒットが見つかりました。そしてこの行をクリックするとこのように個別の登録情報が見られ最終値の地図も出てきますこれは実は私の研究室で採集して菅樽実験所が所蔵しているものです。 このように最終値の詳細情報も見ることができます。また、先ほどの320件分のヒットをすべてまとめて、三山旗沢の分布地図を見ることもできます。このように、中部から東日本にかけて広く分布しています。それでは、植物標本とデータベースについて見てきたところで、1番目の研究として、 モデル植物に近縁なミヤマハタザオの標高適応をご紹介します。現在の生物学の主流は、モデル生物と呼ばれる数少ない生き物をたくさんの研究者が対象とすることで、生物の仕組みを深く深く明らかにしていこうという方法です。実験室での研究が急速に発展する一方、生き物の野外の暮らし、例えば複雑な野外環境にどう適応しているのかはよく分かっていません。 そこで私はモデル植物シロイヌナズナに禁煙な種から野外の生態が面白いものを選び野外の暮らしを遺伝子レベルで明らかにしたいと思いましたそこでまず行ったのがシロイヌナズナに禁煙な植物がどんな場所で見つかっているのかこれらの信州大学長野県植物誌、えー、長野県環境保全研究所京都大学富山県科学博物館というような えー、ところをですね、どんどん回り、標本の写真は片っ端にあの撮るということでした。そうやって作られたのが左の二つのグラフです。どちらも、えー、このミヤマハタザオと白山ハタザオは白犬のナの近縁種ですが、ミヤマハタザオの方が低い場所から高い場所まで標高の分布範囲が広く、ゼロから三千メートルに分布していることがわかります。 こんなに幅広い環境に適応している植物はめったにないので、私は喜んでミヤマハタザオを研究材料に選びました。ところがこの間ですね、この g b f データベースが急成長しまして、今では部屋にいながらにして、g b f からデータをダウンロードして、右の2枚のグラフを各作ることができます。これを見ると、ミヤマハタザオはさらにまんべんなく広い標高に分布しています。白山サンハタザオは、 この右のグラフでは分布の中心がこの低い標高の方に偏っていてデータ,ベースの,データの集め方によって得られるパターンがかなり変わることが分かりデータサイエンスではここんなところにも注意が必要ですデータサイエンスには利用可能な公開データを用いるものと自分たちで取ったデータを用いるものがあると思います。ここからは 標本情報をもとに宮山タ畑造の生息地を28選び3年間通ってそれぞれ100個体以上の宮山畑造を自分たちで追跡調査しましたその結果、えー、これが標高ですけれどもこの低地ほど寿命というものが短いことが分かりましたこれは恩、えー、田さんや島谷さんとの共同の成果です。 自然界の多種多様な生物は、寿命の短いものから長いものまで様々で、環境に応じて異なる寿命を進化させてきたと考えられています。それが一種の植物でも、このように標高によって寿命が大きく変わることがわかり、生物の進化の過程を理解する上で、とても興味深い成果です。また、これは研究室の川本君の成果ですが、 環境を揃えた実験室で栽培実験を行うと低、えー、地に由来する種子から栽培したミヤマハタゾウの方が、えー、この縦軸を見ますと、えー、貯蔵ではなくて、えー、素早く繁殖することに、まあ、資源を配分すると、えー、そのように、あのー、繁殖を優先することで、えー、短命という、あのー、特徴が進化しているということが分かりました。 でそこで現在、えー、これはですね、寿命を左右する短命遺伝子というものはターゲットとしまして、これあらゆる生物の中でも初めてまあ、そういう遺伝子を同定しようと、えー、研究を続けているところです。次に2番目の研究として、植物標本が伝える生物の危機、えー、日本の植物に対する地球温暖化の影響をご紹介します。これは研究室の関君の研究成果です。 今度はですね GBIF データベースから1891年から2010年まで種の植物、それれは草、木、シダが含まれますで約220万件の材データというものをダウンロードしてそれを利用しましたただ気をつけなければいけないのはあの自分たちであらかじめ計画してで取ったデータと異なり 公開データにはさまざまな偏りがあるということです。そこで私たちは財データが持つ偏りへの対処方法を新たに開発しました。この財データというものはですね、あのまあ、誰かが標本を取ったとかその生物を見つけたっていうその出現という種類の情報だけがあるデータを指します。で例えばですね、ある一定の区画の中であの生き物のいるいないを調べるような調査であれば。 このいないという情報があのきちんと得ることができるんですね。ところがあの在来、データにはそのいないという情報がありません。そこから出てくる問題の例として例えばですね、えー、だん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 、その近年ほどあの都市の周辺でですね。いろんな方があの生き物を観察してくださるというような観察,ど観察努力が増えてきまして、そうしますとあのデータからはですね。あたかも。 いろいろな生き物の分布が定時に映ったように今見えてしまうんですねで、そういうことを解決する方法として、えー、ある場所あたりの分布植物種の変化を調べるというモデルを新たに開発しました、えー、その結果ですねこれが、えー、縦軸側の温度の変化100年あたりというものを取っているんですけれども まず1977年までの気温上昇というものはあの約1度なんですねでそれに対して日本の植物は約0.6度分寒冷地に分布を移動させていることが分かりましたでその後気温上昇が早まっていきますで1978年以降約2.7度の気温上昇速度になりますと植物の方も約2度分寒冷地に分布を移動させていることが分かりましたここから 温暖化に応じて日本の多数の植物種が常に分布を移動させていることが分かりましたただですねその分布の移動速度というものはあの気温の上昇速度よりもあのやや低くなっていまして温暖化という環境の変化に追いついてはいないということも分かりましたそこで今度は寒冷地へ移動する際に高緯度へ移動しているのか高標高に移動しているのかを区別して解析しました その結果、高移動への移動は起きておらず、日本の植物は山に登ることで温暖化から逃れていることが分かりました。一般的に、北に行くのと上に行くのでは、上に行く方が800倍も気温が早く低下することが知られています。そのため、生き物にとっても逃げ場所としてそれだけ簡単だと考えられます。またここから、周りに逃げ場所となる山がないと、 植物もその植物で暮らす動物ももう絶滅するしかないので低地から高地までの連続した保護地が必要だということが分かります。以上をまとめますと昔から博物館などに、えー、ハードである実物とソフトである情報が蓄積している生物標本は人類の知的資産といえるもので、えー、大変重要なものです。そそしてそれらの標本は 生物の進化と危機を私たちに伝えてくれます近年国際データベース GBIF が整備されこの植物標本とそのデータはデータサイエンスの一大分野としても発展しています以上です。